ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい、皆さんこんにちはゆうゆうですはい、今日今皆さんこれを聞いているのは何時かな今日はどんな1日でしたか今日はどんな予定がありますかね、あの今どんなところでねこのポッドキャストを聞いていますみたいなメッセージもいただけるとすごいなんか嬉しいですはい、ということで今回は第2回目の、えー リクエスト企画ということでロマンチックな初恋の話をしてほしいという、えー、メッセージをもらいましたのでそんなな話をしてていいいきたいなと思っています皆さん初恋っていいう言葉聞いたことありますか結構アニメとかのねテーマで出たりとかあのー、タイトルでもねそういうアニメがあると思うんですけどこれ漢字で書くと「初めて」ね「初めての恋」と書いて初恋。 ですね、だからスペイン語でも同じだと思いますプリメラモールですねどうですかね初恋いやあのー、僕自身はね正直あんまりロマンチックな人じゃないと思いますし世界的に見てもみんななんか日本人ってあんまりロマンチストロマンチストじゃないなっていうイメージがあると思います 多分ね、なんか僕メキシコで生活をしていろんな人、恋をしてる人を見ると、すごくなんか自分の気持ち、嬉しい気持ちに正直、嬉しい時には嬉しいって言ったり、怒ってる時には怒ってるって言える人たちだなって思うんですよ。逆に日本人ってなんかそういう、その自分の気持ちを言わないのがかっこいいみたいなとこがあるから、どうしても他の人がね、 なんかその友達を見てると本当に恋してんの本当に好きなのって思うことはあると思うんですがあのー、これね日本人ってすごくあのー、頭の中ではすごいロマンチストだと思うんですよねあのー、これこのポッドキャストを聞いてる人も j p o p を聞いたことがあると思うんですある聞いたことがある人がいると思うんですが あのね、結構 j p o p の,の恋愛のテーマの歌って結構ロマンチックだったりすごいあなんか日本人でこんなこと考えるのかなっていうねあのことが分かると思うんですよ。なんか日本人の恋愛感覚恋愛感覚っていうのはそのその好きな人がいる時の気持ちとか人を好きになることの気持ちとかっていうのがよく分からないなっていう人は是非ね J-POP を聴いてもらいたいなと思います。やっぱこれを日本人は聴いて、ああ、わかるわかるって思うから、多分みんなその曲を聴くと思うんで、そうね。日本人の女の子が好きで、日本人の女の子が考えてることがわかんないとか、逆に日本人の男の子が考えてる気持ちがわからないっていうのがあったらね、ぜひ J-POP が皆さんの,その恋愛、あの、ロマンチックな教科書になると思います。 ちなみにですね、僕は、あの、スーパービーバーという歌手の Your Song。はい。英語上手に言えたかなっていう歌がすっごい好きなので、まあ、あのね、ちょっとぜひ皆さん時間があったら聴いてみてください。すごくね、なんか僕、あ、この曲を聴くとわかるわかるっていうね、あ、なんか僕の気持ちってめんどくさいなーなんていうのをね、あの、よく思わせてくれる曲です。はい。 の日本語ポッドキャストということでね早速初恋のテーマに入っていきたいと思うんですが多分ね僕の覚えてる限りの初恋は中学生の時だったんじゃないかなと思います。きっと幼稚園とか小学校でもあったと思うんですよ絶対誰かが好きとか。でもね覚えてるのは 中学生の時かなもうおじさんだからね。<laughs> このおじさんが初恋の話をするっていうのが、なんか、だ、誰が嬉しいのみたいな感じがあると思うんですけど、まあ、話していきたいと思います。で、あの、中学生の時に、僕は沼津っていうね、静岡県にある、まあ、田舎までは行かないんですけど、まあ、小さい町に住んでいました。 で、まあ、転校してきたんですね。昔、埼玉に住んでいて、沼津の学校に転校、学校を変えて入ったんです。で、その時にできた彼女が初恋だったのかなと思います。はい。中学校2年生の時かな十何歳だ ?13 歳 ?14 歳の時で、その、初めてできた彼女で、 結構ね、これね、あの、学校の中でやっぱ噂になって、まだその学校で多分彼氏彼女ってあんまりいなくてで、そういうのできるのってみんな嬉しいっていうか、なんか、なんていうの、その、野獣馬精神、あの、チスメじゃないけど、すごいその、ね、あ、みんなあの子カップルになるらしいよ、ああ、面白いね、とかっていう話になったり、女の子とかは、その少女漫画とかが好きだから、 漫画みたい超かわいいみたいなねあのそういうので盛り上がるんですよね。で周りからなんか「いやあのゆうすけあの子好きだよ」って女の子の友達は「ああのあの女の子ゆうすけのこと好きだよ」みたいなねその周りの人たちが盛り上げてでなんかその学校の雰囲気とかクラスメートの雰囲気として告白しなよみたいな。 大丈夫だよみたいな雰囲気が出てね。なんか逃げられなくなったのが、その時の多分自分の心境だったと思うんですけど。あれ、いつだったっけねもう季節ももう覚えてないんだけど、あの学校で、あれ、クラス終わった後かななんか、僕の中学校2年生の教室が学校の2階にあるんですよね。で、学校の2階の廊下をまっすぐ行って、 えと階段のところがちょっと何て言うのかなスペースがあるでそこのスペースにあの彼女が待っていてでみんなに「ゆうすけ行きなよ!」みたいなで私が行ってでその時のねなんかいい何ていうの,その告白って僕全然そのロマンチックじゃないのであの彼女になってくださいっていうただただそれだけ。 で、彼女になってくださいって、その、言ったら、向こうが、すいません。向こうが、はいって言ってくれて、晴れてね、彼女になったんですよね。でも、中学校ですよ。中学生だから、じゃあカップルが何をするかって言ったら、なんか、一緒に帰るとか、かな下校その、部活が終わって、学校、 ここからうちに帰る時に、その前の彼女のお家と、僕の彼女の、僕の彼女じゃない、僕の彼女の家と僕の家は、全然違うところにあったから、一緒に歩いて、で、彼女の家の近くまで行って、そこからまた歩いて、うちに帰るっていうね。でその時になんかいろな話をしたり、その、一緒に帰ってるから、周りの、 男の子の友達とかが、えー、いいなんか恥ずかしいみたいなね。えー、カップルとか言ってね、こう、冷やかすって言うんですよね。冷やかす。なんかそういうのね。よく冷やかされたもんですよね。で、そうね、なんか学校では逆にね、なんか話しにくくなっちゃったりとか、でも一緒に帰る時にそういうなんか話をしたりとか、どんな話してたんだろうね。多分ね、 あの何が好きとか、家族の話とか、あのー、そうね。あと学校のクラスメートの話とか、そういうれぐらいですよね、話すのね。ゆうゆうの日本語ポッドキャストで、多分ね、初めてのデートは、その沼津の 街に行ったんですよ。街っていうのは、まあ、駅前ですよね。基本的に日本の街って、駅の前にお店とかレストランとかデパートとかがたくさんあるんですね。だから、多分だけど、その、よく覚えてないですよ。昔もう15年以上前だから。あの、駅前に行って、で、なんかどっかでご飯を食べて、公園へ行って、とにかくね、 たくさん歩いた気がする。そんな中学生の男の子がね、デートで完璧なデートのプランニングなんてできないじゃないですか。だからなんかめちゃめちゃ歩いて、すごい疲れた記憶がある。かな。あとはなんだろうな、その初恋の人だったから、あの、夏祭りとか行きましたね。 夏祭りって、その、まあ、皆さんアニメとか見るとイメージあると思うんですけど、たこ焼きを食べたり、花火を見たり、もう本当になんかアニメのイメージそのままって感じかな。ね、花火を見て、なんかね、その昔の彼女が写真を撮って、携帯でね、当時はあの、ガラケーですよ、スマートフォンじゃないですよ。で、それで写真を撮って、あ、上手に撮れた、みたいな、のがありますね。で、その時に、 今でも覚えてるのが、僕ね、すごくシャイっていうか、あんまりこう、ボディタッチとかは得意じゃないから、彼女のとね、手を繋ながなかったんですよ。手を繋ぐってわかるかなこう、お互いの手を取って、手を握るっていうか、手を触るというか、手を繋ぐっていうんですけど、手を繋なげなかったんですよね。で、これすごい、今普通にね、あの、 メキシコでニディアさんとご飯を食べる時とかっては普通だけど当時中学生の男の子ってその手を繋ぐってすごいなんか今思うとなんでできなかったんだろうって思うけど手繋なげなかったですねあと名前で呼べなかったのはすごく覚えてますねあの名前日本人って苗字があるじゃないですか僕の場合だったら竹森っていうのが苗字で祐介っていうのが名前で あの、そう。普通はね、カップルだったら名前を呼ぶ。で、普通その日本の学校で、そのクラスメート、特に異性。僕が男の子だったら女の子が異性。女の子の名前を呼ぶときには、苗字プラス3で呼ぶことが普通だったんですね。何々さん、何々さん。で、その彼女にもかかわらずね、彼女だったのに、 その名前でね下の名前で呼べなかったのがすごいねなんか今でも覚えてるかななんか呼べばよかったとか手をつなげばよかったとは思わないんだけどなあなんか根性がないなとすごいチキンだなっていうねあの記憶があります。でまあその後まあ大体1年半ぐらい付き合って。 付き合ったって言っても一緒に帰ったりとかたまにご飯食べに行ったりとかってそんな感じですよあので,でだんだんそのクラスが変わってでなんかあんまり連絡できなくてっていうのもねあそうだそうだすいません話がかなり行ったり来たりしてしまうんですけど当時さ僕が中学生の時って携帯電話を持っている子供って少なかったんですよすごい少なかったの。 でその彼女は携帯電話を持ってたんだけど僕のうちは結構厳しいしあまりお金がないうちだから子供が携帯は持てなかったのねなのでその彼女とメッセージのやり取りをするのは E メールですよ E メールだったわそうそううちに帰ってうちに帰ってパソコンつけて E メールでチャットみたいな皆さんの国はその例えば15年前に その彼女とのやり取りってメールだったのかな結構ラテンアメリカではメッセンジャーを使ってたって人が結構多いんだけどなんかチャットのことってよく分かんなかったから E <laughs> メールでやってましたねうわ懐かしいそう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 でそう1年半ぐらい経った後にだんだん E メールもしなくなってで周りからなんかあもうあの子好きじゃないよとかいろんな話があって。 別れましょうっていう話になったのかな。そうね。なんか別に喧嘩したとかではないですね。なんか、あの日本で自然消滅っていうのがあるんですけど、自然っていうのはナチュラルに、消滅っていうのはなくなる。自然消滅。こう。喧嘩もすることなく終わったのが僕の初恋ですね。はい。こんな話でよかったのかな <laughs> はい。 ということでね、今回は初恋の話をしてみました。ね、皆さんが分かってくれるといいなと思います。ね、これからね、この日本人の、その、例えば恋愛に関する、その、話なんかね、あんまりこうロマンチックな話っていうと、なんかすごく映画の話みたいになっちゃうから、その、日本人はロマンチックな話っていう代わりに、恋愛の話 恋愛の話、恋愛はこう、ラブ、アモールですかね。のあのねこういうね恋愛の話とか、恋愛観の話、恋愛についての考え方の話も、ぜひね、このポッドキャストでできればいいなと思っています。はい。ということでね、引き続き、あのポッドキャストの方、あのリクエストお待ちしていますので、あのコメントだったり、あのメッセージね。 何でもいいので、えー、Facebook、Instagram でどんどんメッセージ送ってください。待ってます。はい。ということで、また次回お会いしましょう。それじゃあ、またね。バイバーイ。